こんにちは。会社や店舗、フリーランスの動画作りをサポートしております、コラボズの江川です。さて、 iPhone で普段撮影されている方、ちょっと注意点っていうのが一つありまして、レンズ綺麗にしてます？はい、あのね、 iPhone 持って、まあ、ただ撮影だけじゃなくて普段使いしてると思うので、喋ったり SNS やったりとか、まあ、いろんなシーンで使ってると思います。で、特になんですけど、まあ、脂っこいものを食べている、ラーメン食べてるとかね、そんな時にこの iPhone の置き方によっては、その出汁がレンズにくっついたままとかね、そういうふうな方も中にはいるんじゃないかなというふうに思います。で、やはりこうレンズというのは定期的にきれいにするというところが重要になってきます。で、そこでご紹介するのがこの白馬の、レンズクリーナーですね。で、片っぽにこのように、はい、ブラシがついてまして、iPhone のレンズをさっさっさっとこうホコリなんか取ってあげる。そして裏方にはこのね、ちょっと見えるか、見えますかね、はい、で、ここを軽くレンズに押し当てて、くる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 っと回すだけでいいです。で、最後にまたこのブラシでさっさっと拭いたら、これでレンズがきれいになっているという非常に優れものなので、またこちらの方説明欄のところに貼っておきますので、1個持ってるだけで非常に持ちますし、非常にいいものですので、ぜひおすすめします。ということで、レンズはきれいにして撮影に臨んでください。